大田原市とその周辺の駅の崎駅は、栃木県大田原市薄洋にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である、宇都宮線の愛称区間に含まれている。大田原市に位置する唯一の駅であるが、大田原市の中でも那須塩原市と、八い市の市境に挟まれた、細長く突き出た地域に立地している。市中心街地からは、離れており、 隣の西那須の駅の方が中心部に近い。西日本旅客鉄道片町線に同名の駅が存在するため、乗車県類には野崎と印字される。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線の地上駅であるが、二番線は河川撤去の上ホームにフェンスがされているため、事実上は単式ホーム二面二線である。改札。 一番線ホームと三番線間は、古線橋を利用する。ホームは2016年度にかさ上げされた。業務委託駅、簡易水化改札機、指定席券売機、乗車駅証明書発行機が設置されている。アトス対用の自動放送は導入されているが、発車表は駅舎内も含めて設置されていない。駅員は一定時間を除きいる。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は1032人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。2006年に駅前の改修整備事業によりタクシー乗り場を含めロータリーが完成した。野崎駅を含め周辺にも野崎がつく施設等が多いが、これは1954年12月31日まで存在した那須郡野崎村に由来している。 野崎駅停留場にて、大田原市 A バスが運行する、路線バスが発着する。発着系統は、野崎方面循環線であり、大田原市役所や那須中央病院へと結ばれている。ありがとうございます。